こうやってバラバラに煮えた方が火の通りは早いです。あ、鍋肌から醤油。はい、これで終わりです。ああ、美味しそうでしょ。いや、たまらん。このチャンネルでは食レポ、レシピを中心に情報発信をしております。チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。のみすけ調理師のおしゃぶよです。今回の動画では基本のキムチチャーハンということでお伝えいたします。私が居酒屋で勤めておった時に一番出たチャーハンはキムチチャーハンですね。二番目は高菜とじゃこのチャーハンでした。どちらも美味しい。しかも簡単なんですよね。で、特に今回ご紹介するキムチチャーハンは特にシンプルにしました。材料も調味料も極限まで削ったので、あまり料理に慣れていない方でも美味しく上がると思います。で、この基本を覚えていただいたら、あとはね、炒めやすくもなりますし、旨味も増すので卵を入れてみるとか、あるいは豚を牛に変えたり鶏に変えたりして楽しんでいただくとか、あるいは今回は使っていないですけども、鶏ガラスープとか中華だしとかを入れて旨味をプラスするとか、あるいはオイスターソースでコクを出すとか、そういうふうに進化をさせていただけたらと思います。では今回の材料のご紹介です。まずはご飯、これ 200g、 温かいものをご用意ください。キムチ 100g、 豚バラ 50g。 キムチチャーハンはバラがいいと思います。バラがとっても美味しいです。そして醤油、これ小さじ1です。そしてごま油、適量ですね、ごめんなさい、適量。うちネギ、適量です。そして今回はチャーハンでよくありがちなレシピで使われている鶏ガラスープを入れるとか、お酒を入れるとか、中華だしを入れるというのをしません。その代わりに旨味はこのキムチの漬けだれ、これで出していきたいと思います。どっちみちキムチを買うわけですから、キムチに使っているタレが少し取れると思うので、これを使えばね、もう十分ね、これご存知の通り発酵食品なので、このタレに旨味が十分入ってますのでね、これで十分美味しいです。それではやっていきましょう。はい、そうしたら始めていきましょう。視聴者の皆さんはもちろんテフロンのフライパンでやっていただいて結構なんでね。ごま油を入れます。こうやってバラバラに入れた方が火の通りは早いです。バカッと、まとまってしまって、ね、火の通りが遅くなるんですよね。ある程度で結構なので、火が通ったら、温かいご飯でお願いします。あとでちゃんと崩すんで、ここはもう油を回す程度で大丈夫なので。そうしたら、キムチ。
美味しそうですね。はい、そして味付けとご飯をほぐしやすいようにキムチの漬けダレですね。もうこれでね、結構もう美味しいんですけどね。で、慣れないと鉄鍋使うとちょっと焦げやすいと思うんですけども、そういう時はね、溶き卵を具材に入れてもらったらちょっとはくっつきにくくなりますね。はい、最後鍋肌から醤油。で、火を止めて、うちネギですね。はい、これで終わりです。ああ、美味しそうでしょ。いや、たまらん。はい、いかがでしょうか。こんな感じで揚がりました。ね、簡単で美味しそうでしょ。どうでしょうね。キムチの値段によりますけど、まあ150円もあればできるんじゃないでしょうかね。150円と考えたらすごい美味しいですからね。やってみてくださいね。ほぼほぼ居酒屋で出てくるキムチャーハン、例えば白キャとかにも近いと思います。そして今日のパートナー、マルエフですね。最近ちょっとマルエフ好きになって飲んでます。ちょっとね、昭和味には懐かしい味なんでね。そうしましたら、視聴者様に乾杯。視聴者様に幸あれ。ああ、昼日いいですね。今日はね、神戸すごいいい天気なんですよね。父はデイサービスで出かけてくれたので、ちょっとゆっくりしてます。どうでしょう、やっぱりね、あのキムチの漬け汁入れることで色鮮やかになりますよね。うん、間違いない。先ほども言いましたけど、卵を入れたり、中華だし、あるいは鶏ガラスープを使ったり、刻みニンニクや刻み生姜を入れて風味を出したり、豚肉とか牛肉を使ってみてちょっと目先を変えたり、いろいろやってみてください。これはあくまでも基本形、しかもお安く揚げる形です。それではまた。